アルゴザの星図、ヨハネス・ヘベリウスにより1690年に描かれた、モノ・アルゴザは、現在は用いられなくなった南天の星座の一つ。その名称は、ギリシア神話に登場する、船、アルゴーにちなむ。アルゴセンザ、あるいは単に、ナビスとも言う。現在は、流ツ座、ホザ、ザトモ座の三つに分割されている。アルマゲストに見えるプトレマイオス星座の一つだが、 それ以前のアラートスのファイノメナにも歌われている歴史の古い星座である。ギリシアの詩人たちによれば星座となっているアルゴ・ブネは選手部分を書いた不完全な形であるという。プトレマイオスが定義したアルゴ座は現在のラシンバン座とトモ座の大部分、それに小座の西半分ほどの領域であった。カノープスは現在流骨座の北西端にあるが、 プトレマイオスの定めた、アルゴザでは、南西端だった。ティコやヘベリウス、フラムスティードラは、トモザの北側しか観測できなかったが、大航海時代を迎えて、南天の観測がヨーロッパにもたらされると、バイエルの製図やハウトマンの製表で、流骨座の大部分と、小座の東半分が付け加えられた。しかし、その領域にはプトレマイオスが何も記述していなかった、ため、 バイエルは、アルゴーブネーの選手をもぎ取った巨大な岩を置いた。1676年に、セントヘルナ島で南天の星を観測したハレーは、1678年に、観光した、製氷を買ったらがすスタララムオーストレイリアムの中で、バイエルが置いた岩の部分を菓子の木に置き換えた。またプランシュースは、アルカノエヒと解明し、三本マストの近代的な小舟を描いた。 1756年に出版されたフランス科学アカデミーの1752年版、記用の中でフランスの天文学者ラカーユの製表と天球図が収録された。この中でラカーユはチャールズの歌詞のキザを配してアルゴザの一部分に戻し、船のマストの部分をアルゴザから切り離して新たにラシンバンザラブーソリを設定した。またラカーユは製表の中で アルゴザを構成する星にジュナビア、コープスジュナビア、ポッペジュナビア、ボイルーアジュナビアという区別をつけている。これらの区分は、ラカーユ氏後の1763年に出版された、製氷クイラムオストレイルストリファームでは、それぞれラテン語で、アルゴス、アルゴスインカリーナ、アルゴスインプッピ、アルゴスインビリスとされた。ラカーユは、彼が設定した、アルゴザの領域にある明るい星に、 ギリシャ文字で、アルファからオメガまで符号をつけた。さらに、コープスジュナビア、ポーペジュナビア、ボイルーアジュナビアと区分した領域のそれぞれに、ラテン文字の小文字で、A、B、C、Z、続いて、大文字で、A、B、C、Z と符号をつけた。ラカーユは、バイエルと異なり、A の代わりに、A を用いることはせず、A 制を設けている。 1922年の第一回国際天文学連合総会において、現行の88星座が提案された際、従来、アルゴ座とされた領域は、友座、ホ座、龍骨座の3つに分けられた。同時に、友座、ホ座、龍骨座の総称として、ラテン語名のアルゴーと略譜のアーグが制定された。日本でも1974年に刊行された、学術用語集。 天文学編で番外として和名のあるご座を制定したが、これを実際に使用していたのは野尻方栄くらいで、現在の各種星座表では使われていない。また、1994年に刊行された学術用語集天文学編ではあるご座の項目が削除されている。常述のように、ラカユは、星表においてあるご座の各部分を区分しただけであり、 ラカーユが、アルゴザを、トモザ、コザ、リュウコツザの3つ、あるいは、ラシンバンザを加えて4つに分割したという事実はない。実際にラカーユの難点点級図を見ても、単に、ルナビアとあるだけであり、トモザ、コザ、リュウコツザにあたる、星座名は描かれていない。アルゴザの領域に所属していた星座のうち、以下の3つの星座は、まとめて、バイエル符号が振られ、 最終的に以下のようになった、あるゴ座の構成、ありがとうございます。